清水ナショナルトレーニングセンター地図清水ナショナルトレーニングセンターは静岡県静岡市清水区にある総合スポーツ施設2001年4月開設開設当時は清水市管理運営は公益財団法人静岡市町づくり校舎日本で2つ目のサッカーのナショナルトレーニングセンター 天然芝のサッカーグラウンド、人工芝のフットサルコート、体育館、ジムプール、宿泊施設、研修施設などの充実した設備を備えており、サッカーの様々なチームの合宿や審判、指導者の研修、県や地域レベル程度の公式戦の試合会場として利用されている。清水サッカー協会の年代別サッカー教室や、清水スペシャルトレーニングが開催されている。これは、 清水地域を中心とした静岡市の高校生が同じグラウンドで一緒になってサッカーの技術を学んでいこうとする試みである。2009年には J リーグの試合出場を果たした出身者がいたり、海外短期留学に派遣された生徒もいる。利用は本格的なスポーツの競技者やサッカー関係に限定されているわけではなく、 広く一般の利用者にも開放されており、バレーボールのトーレアローズやパナソニックパンサーズ、バスケットボールでは東芝川崎ブレイブサンダース、アルバルク東京、日立サンロッカーズ東京、渋谷、日立ハイテククーガーズなど、サッカー以外の競技においても国内のトップチームが合宿などに利用している。また、ウェイトリフティング専用の練習場という日本に、 おいても珍しい設備を備えている。ありがとうございます。